皆さんこんばんは。今日のカード紹介動画。2本目はスーパートーネードスローということでね。ちょっと、ピントが悪いと。うん。というわけで、まあ、スーパートーネードスローといえば、カブトムシの下技なんだけど、もともとね、まあ、カブトムシとグランチシロカブトの技だったんだけど、そっから、虫キングもカブトムシだということで、スーパートーネードスローが使えた時期があった。時期があったというか、うん。そういう時があった。それが、 キングトルネードスローを使えるようになったことによって、まあ、もと中佐がね、120になったのが、160に上がったから、使えなくなりました。使えなくなりましたっていうか、トルネードスロー自体は使えるんだけど、テクニックが合いませんっていう表記は出て、使えるは使える。ただ、スーパートルネードスローはもう、使えなくなりました。カブトムシ、グランドシロカブトの限定技。あとはカブトマルとかキングとか、カブトムシ系統の技。 ま、ムシキングもムシキングでね、後にスーパーキングトーナメンネルスローというね、技を使えるようになるので。さっきね、ドローしたから、多分繋げてみれば、あ、さっきのカードだーってなると思うんだけど。まあ、そこまで深く考えなくていいです。またね、ちょっと時間がある時にいろいろ語りたいなと思います。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。